こんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日はですね今からでも就活を一からやり直す方法5月の声を聞きましたよねこの時期になるといやちょっと就活今ちょっと今一歩なんですよちょっとやり直したいんですけどねって思ってる人も毎年出てくる時期ですね泣いてもらったんですけど清水さんねちょっとここでいいのかな会ってないような気がしますどうする もう1回再スタート早ければ早いでいいですねさあ今日はそういう皆さんのために見ていただきたいということで作りました就活をやり直す際に考えるべきことと解決策を解説しますまず1今あなたはどういう状況にありますかですね1内定先を承諾して就活を終了したこの方はですね大丈夫ですもん。はい次内定持ってます第一問を選考中ですじゃあ選考の結果を待つしかないね でそこ第一志望が受かればそれ押したら内定持ってるとこ行くまあ、これはまあ別に問題ないねさあ3番目先行によち新しい企業を探す必要が出ますうん4番目選んだ企業は合わないかって気になり始めたんですうん始めたのが遅くなかなか先行に進めないさあ今日はこの3番4番5番の方向けにお送りします就活をやり直すまでいつまでですかまだ大丈夫5月で締め切る企業は多いですから 今のうちに先行を設けるやつをどん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 出しておきなさい一社ずつじゃないの一気に出しておきなさいねえ5月は就活もう一回やるんだ、まあ、この時期を今逃すとですね秋の先行秋のですね秋募集もあるけどだいぶ企業は減るんですこの5月6月に決着をつけるべきなんですということなんですね、まあ、そういう意味で言うとですねまず原因を分析する必要がありますけどまず就活を鳴らすのはなるべく早ければ早いほどいいそして原因大手しか見てなかったんじゃないんですか そうなんだよね。清水さん大手病の人結構いますね大手病の人はですね何で大手がいいの見えだよねと。別に入ってしまったら関係ないじゃないですかと。見栄に対する折り合いのつけ方をねちょっと考えとこうよと。ねいいですよ。しみさんやっぱりね大手の中か名前が付いた会社じゃないとねだそこを思うんだったらねまあそこの折り合いをつけるでもいいけどどの辺まで折り合いをつけるのかちょっと決めて。 2つ目「あなたの就職の軸って何だった?」「本当に大切なことって何なの?ね」「有名な会社じゃなくて働く仕事の内容じゃないのどんな人と働くんじゃないの将来こうなりたいんじゃないの?」「もう一回そこを踏まえて折り合いをつけて再度企業探しをしましょう」これが大手しか見てなかった人が返しなければいけない解決そして2つ目「就活の軸抽象的すぎたんじゃないの?と」と就活の軸ね多分間違えてる人が多いんです。 就職の軸じゃないけどそれとかね世の中の役に立ちたいんですいやそれも就活の軸じゃないし世の中の役にまあ大概になってますよ企業は収益上げてるってことはねそういう漠然とした抽象的な軸だからあなたが企業を選びするときに間違えてんじゃないの業界を決めたらいいんじゃない世の中のためになるのもだ違うもう一回就職の軸就職の軸はねどういうのかっていうともう一回振り返ってもらいくださいこれです 大きく分けて4つあるって言われて組織視点有名な会社に入りたいあの大きな会社に入りたい社名知らないけどやってることがね商品が知ってる会社うん、それって別に仕事する上であんま重要じゃないよね重要な何仕事の内容どんな仕事がやりたいのこれ言葉で言えますか次どんな人たちと働きたいの言葉で言えますかこの2つを固めないといけないそして将来どうなりたいのいいですかあなたの価値観は何なの この3つでもう1回就職の軸を決め直してください。さあ次解決策はですね就職の苦情を再整理してそこにあった企業を探そうさあ続いて対策不足じゃありませんか ?ES 通過してます ?1 時2面接で落ちてます最終面接で落ちてますあなたはどこで落ちていますかなんですさあ対策です ES が通過しない場合にまず 1ES の内容なんですが基本的な書き方できてますか番組見てね ES には書き方があるその書き方に従って書きなさい2つ目1回読んだら分かります何度も読み出したやつはダメですあなたの強みがそれを読んだら分かるようになってますエピソードは大丈夫嘘を盛り込みすぎてませんかここでもう一回修正そして2つ目1次2次面接で落ちる 一時にメッセンスはまずコミュニケーションを見てますけど相手とちゃんとキャッチボールコミュニケーションできてますか相手の質問に答えてるイエスの内容に全部盛り込もうとしちゃダメよ明るく元気が重要なんですよ暗くやらない明るく元気な方がいいに決まってるんですよまずそこの練習をしなけど、こんにちはおはようございます元気な声明るくそして何でもイエスに持ち込んでませんか質問に対してきちっと答える」 嘘はもう言ってませんよねさあそして最後最終面接で落ちるあなた本当に入りたいっていう気持ち伝えてますか本当に入りたいんだったら下調べ十分にできていますかそして最後本音で話していますかそして最終面接はおじさんが出てくるんですよ僕みたいなおじさんはどう考えてるか番組作ったからもう一回見てそれで最終面接に臨んでくださいさあそして皆さんへいいですか 清水さん今第一志望大手じゃなくて気にする必要はありませんいいですか就活を続ける方への応援メッセージ皆さんが無事従社しても3年以内に33%から35%はやめてます景気関係ないのなぜか間違えた会社に入ってるからなんですなんで間違えるんですか1重要なのは環境に合う会社を選んでないからあなた調べた上司の能力質先輩の能力働く社員の人たちのことを調べないで決めたからでしょう2 仕事の内容を調べないで決めたからでしょ仕事の内容と環境を調べない人はやめてしまうんです今気づいてよかったんですさあ我々はグループディスカッションを通していろんな企業に出会えるスカウト型のイベントをやってます5月中も開催してます是非清水さんいろんな企業に会いたい概要欄からお申し込みいただいてイベントに来てくださいそしてイベントに日程は会わないんです是非会員になっていただければスカウトもかかりますこの両方の方法で支援してますそして 24卒の方6月1日からインターンシップナビサイト解禁ですその前にやること3つだけあります自己分析インターンシップ対策そしてグルーディス練習しておかなきゃいけない実際の我々のイベントに出る前もできた方がいいよねさあ会員になって概要欄からお申し込みいただいてセミナーでお待ちしていますさあこの動画が役に立ったら高評価ボタンよろしくお願いします